風のひゅです。今日の企画は、ボートレースで勝つ。皆さん、ボートレースで勝ちたいですよね。僕も勝ちたい。皆さんも勝ちたい。僕らで、ボートレース勝ちましょう。絶対に勝てないけど、ちょっとでも勝率を上げていきましょう。ボートレースで勝つとは、回収率を上げること。 皆さん、ここで勘違いしてほしくないのは、的中率を上げることじゃなくて、回収率を上げるということ。的中率を上げても、勝ちにつながることは少ないと思います。そうじゃない、えー、例を挙げましょうか。例えば、本命党が、えー、1頭の23の2345。 で流して6点買ったとしましまょうで6点買った時のオのズが8倍、10倍、12倍、十2倍、14倍、16倍みたいな、まあ、SG の一般線とかであるようなオッズこんな感じですよね。で、6点、各100点ずつ買ったとして、まあ、オッズで言うと平均12倍、まあ、全部足して6で割れば平均12倍ですね。で、六点外で十二倍的中したとしましょう。 600円購入したということで、えー、払い戻しが1200円で、プラス600円ですね。これ、回収率で言うと200%の意味です。でこれって、つまりは600円使って、えっと、2倍、オッズが2倍のところを一点買いするのと、全く同じことなんですね。 1>, まあ1回だけだったら分かんないですけどこれを同じことをずっと続けていくと結局あの2倍を一点買いするのと一緒ってことになるんですで、えー、つまりこれどういうことかっていうと、まあ、2倍を取ってるんで、えー、2回に1回当てないと回収率マイナスになるっていうことなんですよ だから、3回に1回だ、3回に1回2倍を取ったところで、全然プラスになってこないですよね。だから、つまり、的中率50%以上でいかないといけないってことです。無理でしょだよね。え僕の言いたいことがちょっとでも伝われば嬉しいんですけど。 まあ、的中率を上げる買い方っていうのは、まあ、ずっと的中し続けないといけないんで、まあ、それは難しいので回収率を上げる方法でいきましょうということですで回収率を上げるためにはどうしたらいいのかっていうと、まあ、順当に決まらないレース、えー、荒れそうなレースを買うということですね硬いレースを当て続けるのすら難しいということで 逆に回収率が上がりそうな後輩当のレースを探しましょうということですガチガチなレース荒れそうなレース、えー、ガチガチなレースはインが強い以上、まあえー、大村とか住之江になりますかで、えー、スタートが揃いそう、まあ、スタートうまい人が揃うと結果的に堅くなりがちですよね あとは、侵入固定、まあ、侵入固定だともうインの選手が脅かされることはないんでん、まあ、スタートが揃いやすいっていうことにもつながりますで穏やかな天候、まあ、天候は大事ですよね、まあ、何もない天候が一番ですあとは SG とか G1 のレベルの高いレースになるとやっぱ荒れる ことはちょっとは少なくななくくってくるかなと思います次に荒れそうなレース荒れそうなレースはガチガチなレースの逆ですね、えー、インが弱い以上インが飛びやすい以上あとスタートがバラバラになりそう、まあえー、スタート遅い人と早い人がこう隣同士になるとやっぱり荒れる展開になりやすいってことですあとは 陰が動いて深くなりそう、まあ、陰屋の人が前付けに行ってでどんどん深くなっていくと外のチャンスが出てきますよねであとは天気,で天気が悪くなる状態強風、波が高い、えー、満潮こういったことですあとは B1、えっと、レーサーだらけの一般戦まあそういった番組ってたまにあるんですけどやっぱり予想しようがないっていうので取っかかりにくいっていうかうんのは何が起きても仕方ないかなっていうレースになってますよね、えー、次に、えー、もし時間があれば、えー、動画上げたいと思うのは 僕がどういう風に予想してボートレースに取り組んでいるかっていうところを皆さんに見てもらいたいと思っていますまた僕でもよければいろいろ皆さんの疑問質問にお答えしたいと思いますのでもしよければコメントの方をお願いいたします